今日はアプリをご紹介したいんですが、テノールシェアというメーカーの 4DDIG ファイルリペアというアプリをご紹介したいと思います。これは何かというと、AI を搭載したファイル修復ツールになります。Windows、Mac 両方対応しているファイル修復ツールになるんですけども、実際このアプリで何ができるかということなんですが、大きく分けて4種類あります。1つ目が写真修復、こんな感じで載ってるんですけども、ぼやけた写真を鮮明化してくれるということなんですが、ここにちょっと例が載ってますが、このぼやけた写真が、これが修復前なんですけども、こんな感じで AI で鮮明化してくれるということなんですが、こんな修復ができたり、あとこの露出オーバーですね、写真でこんな感じで露出オーバーしてしまった写真をこんな感じで直してくれるという、破損したファイルをこれも修復してくれるということなんですが、この下の壊れてしまっている部分をこんな感じで AI で綺麗に直してくれる、最後古い写真ですね、この白黒のもともと画質が荒い写真なんですけども、これを AI でカラー化してさらに高画質化してくれるという、こんな修復ができるということです。ぼやけてしまった写真ですとか、あとは露出オーバーの写真っていうのはなかなかもう後からだと修復が難しいんですけども、これを AI を使って、鮮明にしてくれたり、あと露出オーバーを直してくれたりという結構便利なツールになります。写真好きな方はロー現像されると思うんですけども、あくまでこちらのアプリに関してはロー現像ということではなくて AI で修復をするというところがポイントになります。あと最近はインスタされている方も多いと思いますが、インスタにアップした写真の元データを消してしまったりして、仕方なくスクリーンショットで写真を残してたりする方もいると思うんですけども、スクリーンショットした写真でもこの AI ツールで結構綺麗な高画質化された写真に落とすことができるので、これもまたとても便利なツールだと思います。あと2つ目は写真だけではなく動画の高画質化ができるということなんですが、なんと 8K まで上げることができるそうです。例えば昔の撮影した低解像度の家族旅行の動画を 4K 動画にしてみたりですとか、あとは白黒の動画をカラーにしてみたりと、そんなこともできるツールになります。で、3つ目はファイルの修復ということなんですが、Office、Adobe 電子書籍などの修復をすることができるということなんですけども、例えば、使ってたファイルがいきなりファイルを開けませんっていうエラーが出たりですとか、そういった破損が起こってしまった時にこの、アプリで修復をすることができるということです。これはもう破損したデータの程度にもよると思いますけども、壊れたデータの修復もできるアプリになります。で、最後4つ目は音声修復もできるということなんですけども、MP3 ですとか、あとは破損した音声ファイル、再生できない、レンダリングされない音楽ファイルなどを簡単に修復できるというものです。で、修復可能な形式もホームページに掲載されているように、写真や動画、音声、ファイルと様々な形式をサポートしています。使い方なんですが、修復アプリと聞くとちょっと難しそうだなと思われる方もいらっしゃると思うんですけども、簡単3ステップで、ポンポンと修復をすることができます。後で実際にやってみたいと思うんですけども、簡単に先にご案内すると、まず何の修復をしたいかというものを選ぶんですが、動画なのか写真なのか、まずこういった項目を選択します。で、修復したいファイルをドラッグ&ドロップで、追加をして、最後、プレビューが出てきますので、プレビューでどのようになっているかを確認してエクスポートをするだけという3ステップで、簡単に修復することができます。
で、こちらにも載っているように高速で修復してくれるということなんですが、これは、まあ、パソコンのスペックにもよるとは思うんですけども、まあ、写真などであれば割と早く修復ができるかなと思います。ファイルのプレビューまでは無料でできると思いますので、一旦、まあ、無料でダウンロードしてみて、使ってみるのもいいかもしれません。では実際に使用してみたいと思うんですけども、まあ、動画写真でファイル修復、オーディオ修復とあるんですけど、ちょっとファイル修復でファイル破損したものがちょっと見つからなかったので、今回は、この上の2つ、動画の修復と写真の修復、この2点を、実際にやってみたいと思います。で、まず最初に、まあ、写真の修復からちょっと始めていきたいと思います。ここに2枚写真を準備したんですけども、これは両方カラー写真で、まあ、私のインスタグラムの中からスクリーンショットした写真になるんですけども、まあ、こんな感じでちょっと画質が荒い低画素の写真になります。で、これが 1080×728 なので80万画素ぐらいの写真になります。で、これを今から写真を高画質化してみます。では最初に写真、ここの写真の修復を選択して、今回は写真を高画質化しますので、ここの高画質化を開始をクリックします。で、写真をここにドラッグ&ドロップするだけなので、先ほどのスクリーンショットした写真をここにドラッグ&ドロップします。はい、できました。1080×728 の画像になります。これを高画質化するんですが、まずここの高画質化を開始するをクリックします。で、このようにこの下で処理中のパーセンテージがどんどん上がっていきますので、はい、こんな感じで、200% なので 2160×1456 の写真になります。で、こちらが先ほど80万画素ぐらいの、写真になるんですが、解像度を上げたものが300万画素ぐらいの写真になります。ここで、まあ、ズームもできるんですけども、こうズームしてみるとかなりピクセル化されたこちらの画像がより鮮明になっているのがわかると思います。こんな感じですね。ここまで来ると結構わかる気がするんですけど、こちらで大丈夫ということでしたら、左側に出てますね、ここをクリックしてエクスポートを押すと書き出しをすることができます。解像度はここの下で選べて、今 200% でしてますけども、 300%、 400% とこちらも自由に選べます。じゃ、ちなみにもう一つ上げて 300% で処理してみます。で、そうするとまたプレビューで確認ができるので、ここまで来ると鮮明になっているのがわかると思うんですけども、で、これが 300% で 3240×2184 になるので約700万画素の写真になります。これもちょっとズームして見てみます。こんな感じで、あ、ここまで来るとかなりちょっと違うと思いますけども、で、こう見比べてみても鮮明になっているのがわかると思います。これをエクスポートする場合はこちらをクリックしてエクスポート、ご自分の好きなところにエクスポートファイルを選択してエクスポートをします。で、簡単にエクスポートをすることができます。写真もかなり鮮明になっているのがわかると思います。では先ほど一つ写真を高画質化してみたんですが、もう一つ用意しましたのでやってみたいと思います。こちらもインスタグラムでスクリーンショットした写真です。方法は先ほどと同じで、写真を選択して高画質化を開始、写真をドラッグ&ドロップ、入ってきました。で、今回はこのマックス 400% で、一回高画質化をしてみたいと思います。では開始。結構写真だとスムーズに高画質化してくれますね。こちらが 400% で高画質化した写真になるんですけども、 4320×2832、 約1200万画素の写真になります。
こちらも両方ちょっとズームして見てみたいと思います。この山の感じとかがくっきり出てますね。ここら辺とかもすごくわかりやすいですけど、ピクセル化された写真が見事に鮮明化されています。ではこちらも選択してエクスポートしてみたいと思います。ポチポチっと押すだけで簡単にエクスポートができるので、本当に誰でも簡単に利用できると思います。こちらがエクスポートされた写真になります。かなり先ほどの写真とは違って鮮明化されて、綺麗な写真になっているのがわかると思います。で、最近はインスタグラムですとか、あとはインターネットのスクリーンショットをする機会というのは結構多いと思うんですけども、そういった写真を高画質化することが簡単にできるので、めちゃくちゃ便利なアプリだと思います。次は写真のカラー化を、実際にしてみたいと思います。こちらも、写真をドラッグ&ドロップですね。で、これが 3968×2976 約1100万画素の、白黒写真になります。 100% でカラー化をしていきたいと思います。で、こちらを見ていただくと分かると 200%、300% で、高画質化も同時にすることもできます。今回は 100% で白黒からカラーに変換をしてみたいと思います。はい、プレビューができました。で、まあ、一目瞭然ですけども、こんな感じで、結構自然な色でカラー化ができていると思います。で、細部にもちょっとこうズームしてみますけど、こんな感じで木の色とかも結構綺麗に出てますね。こんな感じで綺麗なカラー化ができました。これは割と新しい、先日撮った白黒写真になるんですけども、昔の例えばまあ家族写真で白黒の写真をまあカラー化してみたりですとか、まあ、そういったことも面白いと思うんですけども、例えばインターネットに載っている江戸時代などのすごく古い写真をスクリーンショットして高画質化して、まあなおかつカラー化してみるっていうのも結構面白いかなと思います。では次に動画の修復を、やってみたいと思います。こちらで開始、白黒写真を撮ったところをカラーで、撮った動画になります。こちらをドラッグ&ドロップで、入れてみます。はい、この動画が 1280×720 の動画になるんですけども、これを例えば、まあ、4K ぐらいまで上げたいので、3840×2160で高画質化を、してみます。ちょっと外が雨降ってきちゃったのでうるさくなっちゃうかもしれないんですが、すみません。で、プレビューまでは無料で、見れると思いますので、こんな感じでここまでは確認ができます。で、10フレーム分がプレビューできるので、こんな感じで使用前と使用後という風に、確認ができます。で、こちらも見ていただくと結構こう違いがわかるかなと思うんですけども、より鮮明な動画にすることができます。写真と同じ容量で左側を選択してファイルをエクスポートします。で、動画のエクスポートには私が今使っているパソコンのスペックの問題もあると思うんですけども、エクスポートには時間がかかりますので、今回はエクスポートした後の動画をこの後ご紹介したいと思います。ではエクスポートが完了しましたので、見てみたいと思います。ではこちらがエクスポートされた 4K 動画になります。こちらがエクスポートされる前の動画になります。こちらが元動画、こちらが 4K に高画質化した動画になります。こう見ていただくと
かなり鮮明化されているのがよくわかると思います。結構綺麗な動画になっているので、AI で処理してくれるということなんですが、かなり鮮明でいい動画になっていると思います。では最後に動画修復の今度カラー化をしてみたいと思います。動画は、こちらで白黒写真で撮ったものを準備してます。ではこちらの動画は、960×540 と、かなり小さな動画になるので、これを 400% 3840×2160 の 4K の動画にして、なおかつカラー化をしてみたいと思います。はい、ではこちらもプレビューが開きましたので見てみたいと思います。こんな感じで、10フレーム分見ることができるんですが、綺麗にこちらもカラーになってますね。で、これも解像度が 4K まで上がっています。ではこちらで実際にエクスポートしてみます。ファイルをエクスポートできましたので結果を表示してみたいと思います。とまだ暗いところはこう粗さが目立ちますけども、綺麗なカラーの動画になってます。今回 4DDIG ファイルリペアご紹介させていただいたんですが、とにかく簡単に3回クリックするだけで高画質化ですとか、あとはカラー化、あとファイルの修復などができる、とても便利なソフトになってますので、スクリーンショットした写真を高画質化させたい方ですとか、あとは昔の動画や写真などをカラー化してみたいという方にもおすすめなアプリになります。で、今 Mac 版を見てるんですけども、Windows でも使用することができます。月額ライセンスが、今これくらいの値段で出てるんですけども、詳細は概要欄に記載したいと思いますので、ぜひそちらを、気になる方は見てみてください。So sweet, yeah, I need it.